はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはクッキングママ5、オフィスクリエイトが2013年11月21日に発売したタイトルで、定価は税抜き4800円。パッケージの表面を見るとね、まあママがこれなんかフライ返しかな、なんかをこう振り上げてねで下ペロッと出してこういるね、ママがこういますね。背景白だけど、なんかこう、果物が落ちてきてんのかな？下の方にはね、果物と野菜がなんかこう、足にこう、足場にいっぱいあって、まあ邪魔そうだけど、まあそういうゲームじゃないんだよね。落ちゲーでもないしね。はい。まあクッキングママシリーズはね、まあクッキングママシリーズのものも 3DS にいっぱい出てるし、クッキングママ4もね、確か 3DS だったんでね。まあちょっとその辺の間違えないように、まあキャラクターというかこの絵柄はねちゃんと覚えておかなきゃいけないと、まあそういうところですね。で、右上にはクッキングママワールドというねロゴがあって、で右下にはオフィスクリエイトのロゴがあり、まあ左下にはセロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、側面を見るとまあママのねちょっと違った表情のママがねアイコンになっていて、縦書きでクッキングママ5ですね。で、オフィスクリエイトのロゴがあり、セロ A 全年齢対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、ママと一緒にチャレンジしよう。お料理と楽しい体験がいっぱい。ということで、まあ、まずね、一番上のラインが、お料理しよう。簡単操作で楽しくお料理。いろんな料理を作っちゃおう。いろんな体験にチャレンジしてねってでもママが言ってますね。まだここは割とまあ、クッキングママ王道ですよ。そっからがちょっとおかしいんだけど、下の方を見ると左側に体験チャレンジ、ハンバーガー屋さんにジュース屋さん、いろんな体験をチャレンジしてみろということでね、ママじゃない感じもするけど、で、右側はクッキング道場、クッキング道場で腕試し、お料理の腕前、ママに見せてねってことですね。クッキング道場ですね。まあ、この辺はまあ、クッキングママに合ってるかな。まあ、今回ね、プレイ動画の方見ていただければわかるんですけど、まあ、時たま出てくるメニュー画面見ると、クッキングママ的なね、要素が、以外がこう、いっぱいありすぎて、まあ、ミニゲームも、この動画が長く続けばね、いろんなカテゴリーのミニゲーム見れると思うんですけど、ただ、まあ、多分、時間が短いと多分、一つの料理作るね、動画で終わっちゃうと思うんですけども、まあ、なんか意外とね、こう、クッキングママ史上一番こういろんな他のものの要素がいっぱい入ってるようなゲームだったりはしますね。はい。で、ジャンルがお料理アクション。プレイ人数が1人用。で、セーブデータ数が1。3D 映像の表示がありになっていて、通信仕様はローカル通信がダウンロードプレイ、対戦プレイ2から4人。任天堂ネットワークがいつの間に通信でアイテム配信、無料となっています。で、コードが CTRP-BC5JJPN と TSA-CTR-BC5JJPN の2つのコードですね。で、パッケージを開けると中には操作説明シート、ゲームカード、クラブニンテンドーのポイントカードといった構成で、パッケージの中面は特に印刷はありません。で、操作説明シートを見るともういきなりね、パッケージの表面のデザインとかうんぬんじゃなくて、もういきなり操作説明ですね。はい。これは、ま、初期のね、3DS の、本体に、いろいろ書かれてますが、まあ、正直、マイクとかね、下画面とかなんで、ボタンの説明は一切なくて、その下を見るとね、こんにちは、ママです。クッキングママ5は、基本的にタッチペンで操作します。あとは、マイクに息をふーっと吹きかけたり、スタートボタンでポーズしたりできるのよ、ということで。ママもね、こう、漢字を使わない優しい語り口でね、説明してくれます。まあ、こういうところを見ると、ゲームのね、ユーザー層というか、ターゲット層が見えてくるかと思います。はい。で、開くと、左側がママとチャレンジ。お料理をしたり、いろいろな体験をチャレンジ。できるのよ。ここで選べる遊びを紹介するわね。ということでね。ママが言ってるんですけど、左側にいるのは、これは、娘さんなのかな？はい。で、その下、お料理しようということで、
いろいろなレシピを作ることができるのよ。失敗しても大丈夫。ママが作り直すから安心してね。ってことで、まあ、お料理しよう。で、下がね、左から見ると、ママのお手伝いをしよう。ママやお家のお手伝いが楽しめるのよ。ってことで、ママのお手伝いをしようって表題なんだけど、ママやお家のお手伝いなんで、まあ、お父さんのお手伝いとかもあるのかな。はい。で、その下にね、収穫をお手伝いしよう。果物を集めたり収穫のお手伝いが楽しめるのよってことで、もうママ関係ないや。まあこれなんか違うゲーム出てたよな。そっちかな。まあまあいいんだけど。で、クッキング道場、失敗しないでどれだけ素早くお料理できるかにチャレンジよって。で、右側がお店のお手伝いをしよう。お店屋さんのお手伝いが楽しめるのよって。まあこれもちょっとママ関係なさそうですね。で、お勉強をしよう。ちょっと頭を使った遊びが楽しめるのよ、ということで、これも、ママ関係ないんだよな。だからもうね、クッキングワンシリーズも、今んところもパッケージで出てるタイトルって5で最後だったと思うので、まあ、多分毎回こう、ね、同じハードで違うこう、レシピを入れてって、違う商品にしていくのが大変だったのかな、という感じがします。はい。で、右が、作り方ということで、まあ、これはあれですね、お料理しようとか、料理系のやつのレシピに対して、まあ、いろいろレシピ、まあ、食材とレシピっていうか、まあ、遊び方っていうか、やり方のこう、組み合わせなんで、まあ、基本同じようなものがいっぱい入ってくるわけですね。だから、ここで、まあ、いろいろと、上やると、タッチペンを矢印の方向に動かしてね、とかね。指がついてタッチする場所に教えてくれるのを、タッチする場所を教えてくれるのとか、まあこれは、まあ決まりなので、まあ、いくつかね、工程こなしてると、まあ画面見た瞬間に、あ、これだってわかるようになる。まあそういうような感じの、まあ処置の説明ですね。もうこれプレイしてればね、自然とわかるかと思います。で、最終ページを見ると、トップメニュー。タイトル画面でスタートをタッチしたら遊びたいメニューをタッチしてね、ってことで、ママとチャレンジ。お料理をしたり、いろいろな体験をチャレンジできるのよ、ということで、まあ、はい、そうです。ここが、まあ、メインですね。で、右側に、みんなで遊ぼう。ダウンロードプレイでお料理の腕前を競っちゃおう。これはみんなでね、4台まで本体があって、ソフト1本があれば、まあ、みんなでできると。で、デザイン変更。画面やキッチンのデザインを変えることができるのよ。これは多分、ゲームプレイしてると、どんどんデザイン、使えるデザインが増えていくかな。まあ、そんな感じですね。で、オプション。データを消したり設定ができるのよってことですね。で、本ソフトの説明書についてということで、電子マニュアルへの誘導があります。で、コードが MAACTRBC5JJPN ですね。で、ゲームカードを見ると、これはパッケージとか、どこで、っていうか、ママのキャラクターのこのモデルいっぱいあるね。被らないようにいろいろ使ってるんですが、まあ、あ、でもこれあれか、パッケージ表面のと同じポーズだね。のママが一応小さくね映ってて、あとこれは、背景は操作説明シートで使われてる背景ですね。ひし形っていうか、四角を斜めにっていうかね、45度回転させた正方形って感じのにハートが入ってるようなね、パネルかな。で、コードが LNACTRBC5JJPN ですね。で、クラブニンテンドーのポイントカードは CNACTRBC5JJPN のコードが振られていて、ポイント登録有効期限が2015年11月30日まで。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。